はい、お疲れ様です。デビルメイクライブ1 HD コレクション、やっていきましょう。ということでね、実況自体は、前に終わったんですけれども、あれからね、裏でちょいちょいやってて、3ヶ月ぐらいかな、かかって、ようやくね、またここまで来ました。で、まあ何やってるかっていうと、トロコンっすね。トロフィーコンプリートをやってまして、私ゲームする際はアカウントをね、分けてやってるんですけれども、一つが、まあとりあえずやってみるようかな。まあどんなゲームかわからないかったり、あとはまあ実況用でとりあえずやってみるっていうね、用に一個と、あとは、トロフィーコンプリート、まあちゃんとやるというか、まあ全部やってやろうっていうね、感じになったやつだけをやる用のアカウントですね。で、二つに分けてやってるんですけど、まあ実況はとりあえず、とりあえず用のやつでやって、まあやるっていうね、予定でいたんですけれども、このね、デビルメイクライ1は間違えてね、トロコン用でやっちゃったんですよね。で、まあ、プレステのトロフィーシステムって、一個でもトロフィー取ってしまえばもう消せないっていうね、仕様ですので、で、そうなると、100% ってバーって来てる中に1個だけ 15% とか残ってるのが、まあめちゃめちゃ気持ち悪いなっていうところで、まあトロコンしようかなってなった次第でありまして、でまあトロフィーやってきたんですけどね、ちょっと見ますね。はい、デビルメイクライのトロフィーですね、これが。で、残すのがプラチナとこのね、可燃性のってやつが1個残すのみとなりました。まあ実質これを取れば、一個取ればもう全部終わりですね。で、最後がこのダンテマストダイモードでゲームをクリアするっていうのがあって、まあ、難易度ですね。ノーマル、ハードってあって、一番、まあ、最高難易度ですね。難しいモードでゲームをクリアするっていう、トロフィーが残ってますと。っていうのでやってきましたので、まあ、やっていくんですけどね。今、だいたいどれくらいかな ?5 周目だと思うんですよね。1周目がノーマルでクリアして、2周目が強制ハードで、で、3周目何したっけ?ノーマルで、シークレットミッション埋めて、エネミーファイルも埋めて、かな。で、4周目がブルーオーブと、ブルーオーブというかライフゲージマックスと、イエローオーブ使わずかな。で、最後これですね。はい、じゃあやっていくんですけども、まあどうせならね、1から実況やってもよかったかなとは思ったんですけれども、さすがにこのモードをね、ダンテマスダイモね、めちゃくちゃ難しいっていうことらしいので、まあ相当にグダるだろうなっていうところで、ちゃんとね、終われるかっていうところが心配だったところがあるので、まあやらなかったんですよね。ただまあ最後ですのでね、最後ぐらい動画にしといてもいいかなっていうところで、このボス、まあ実、ラスボスはもう一個ね、後にあるんですけど、まあ実質最後のボスであるこのムンズ戦は、録画しとこうかなと思ったところでね、やっていこうと思うわけです。で、まあこの後ね、ムンズス、成功パートだけ残します。多分何回かでまたやり直すことにはなると思うんですけどもね、まあ成功した分だけを残すようにします。で、まあ、この後つけとくんですけども、プラスね、これと、誰だっけな。ネロアンジェロっていうね、黒騎士がいたと思うんですけど、あれの3戦目を動画として残してるんですよね。実況はつけてないんですけど、まあ、テイク60ぐらいやったんでね。もう喋ってるのも疲れたんで、やんなかったんですけど。まあ、プレイ動画だけは残ってるんでね、それは一応まあ、比較的うまくいったかなっていうところで残してるので、つけておくので、そちらもね、また、まあ、あんだけ下手だった私が、まあ、こんだけできるようになったっていうところでね、成長記録として見ていただければと思います。まあ、こんなとこかな。じゃあ、やっていきますかね。比較的このね、ラスボスに関、ラスボスじゃないけど、まあ、ムンドスに関してはね、うまくいけるようにはね、なったと思ってるんですよね。で、装備は、まあ、基本アラストル。まあ、なんでもいいんですけどね。アラストル限定か、これ。結局スパーダになるからね。で、ショットガンかな?遠距離武器が。それだけっすね。やっていきましょう。もうね、最初、
なんだっけ。イエローオーブね、86個とか用意してたんですけど、もう12個なんでね。はい、じゃあムンデスやっていきます。まずはね、空中戦。空中戦はね、もうこれを頑張って倒して、壊して、なんだっけ、デビルトリガーゲージ貯めて、頑張ると。嘘。ソン。で、デビルマ、違う、ダンテマス大モードは、複数のね、攻撃を組み合わせてくるので、結構避けるのがめんどくさい。一個だけ見ててもダメみたいな。で、このメイン射撃は、連打が効くのでね、こうやって。で、連射かと思ってる人はまあ、そのまま、やってもらったらいいんですけど、そういうわけじゃないのでね、私は。指プルプルで、やっちゃいます。で、慣れてきたらこうやって。早く移動して、あ、疲れた。で、なんだっけ、このデビルトリガーゲージ溜まったじゃないですか。これの使いどころは、敵がね、この遠距離戦にあったら、雷攻撃してくるんですよね。それの、避けに使う。っていうとこっすね。まあ、回避技っすね。使ってこねえ。いいや。ここまで来たらまあいいんだよ。使っちゃいましょう。さあ、頑張って貯めよう。指が割れるぜ。オッケー。危ない。はい、もうすぐあっち行っちゃうんだから。さあ、まだ半分ぐらい。ダンテマストダイモードはね、一発でも食らえば相当なダメージ受けちゃうので、なるべく食らわないで、ほぼノーダメージを目指さないと。あー、これもしんどいんですよね。結構ね、使おう。うん、避けらんない。避けらんない。うい、負け壊した。うい、空中戦さえ乗り越えればね、比較的楽にはなるんですけど、はい、指がどうにかなっちゃいそうだぜ。で、このね、回転くるくるで突っ込んでくるときに、こちらの近接が当たるらしいんで、使える人は使ってもいいかもしれないですけど、私は怖いのでやめます。で、このビット攻撃もあるという。
カチ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 。溜まりましたね。どうしよう、いつ使おう。さあもうちょい、そろそろいけるかな。おう、ほら、おっしゃ。はい、じゃあ地上戦いきます。 OK、 地上戦まずはラウンドトリップ投げといて変身してため技を一発打つで、ショットガンね、で壊していく、このちっちゃい弾を。で、ラウンドトリップは合間を見て投げる。で、この大きい球はね、ここ2個は壊しておいていいかもしれないですね。はい、ああ、やばいやばいやばい。で、投げる。これもショットガン、本当にショットガンがあるかないかで全然違いますね、このモードは。で、これはあ、やばい、遅れた。ドラゴン出してくれ。 OK、ドラゴン出た。で、ドラゴン出たらこっちをね優先して、倒すと。なら回復アイテムを出すから、難しいんだよな。ああ。OK。ここら急いで壊す。後がないんですけど。OK、 ドラゴン選球。はい、行ってください。うわで、足んないなと思ったらデビルトリガーゲージが挑発使っておく。全然ダメ。避ける。はい、うわー、結構食らうな。ノーダメ難しいな、ほんと。まだいた。さあ、これさばけなかったら終わりなんだけど
はい、大丈夫、食らった気もするんだけど。投げる。壊せなかった。オッケー、ただないな。オッケー。なんとか持ってるね。さあ頑張ろう。オッケー。全然さばけてねえな。はい、壊す。ドラゴンも壊す。 OK、 なんとかなりそうだね。こっちじゃない。投げる。よっしゃ、さばこう。やべえ、これもうちょいうまくさばける予定だったんだけどな。4分の1ぐらいか。やべ、後がないぞ。ここで敵の胸が赤くなってきたから。 OK、 うまくいった。いや微妙だな。あと少し。これは走る、走るだけでいい。でこの道が前後で使えるから、そこをね有効活用して。ナックルが来る。おい、投げとく。これ嫌なんだよな。あと1回。どうだ。ちょいちょい食らってるよな。ああもうちょい。おい、ラウンドトリップ投げといて。 OK、 倒した。あー疲れた。
はい、テイク3ぐらいでした。ああ、結構まあなんかもっとねうまくいけると思ったんですけどね、ちょいちょい食らってましたね。っていうことで、まあ裏で勝手にやってただけなんですけどね、デビルメイクライ1 HD コレクションのデビルメイクライ1が、トロコンね、まあほぼほぼ完了したっていうところでね、またこの後でねもう一個ミッションやって終わり、完全に終わりになるんですけども、まあ実質ねこれで終わりっていうところでトロコン達成しましたっていう報告でした。またねネロアンジェルもこの後つけとくので、ご覧になってくださいというところで、今回は以上になります。ありがとうございました。